まあ、正直やっていきましょうということで、お相手の方どうでしょうかということで、3段の方で、原始暴言が得意な方です。よろしくお願いします。皆さん、いよいよですね、チャット GPT の時代がやってきます。はい。知ってますか皆さん。チャット GPT。チャット GPT? うん。なんだこれっていう感じですよね。はい。なんかね、GPS だったら知ってるんですけど、何チャット GPT って。横文字怖いっていう感じですね。お前のこと袖飛車ですね。方法は。それでですね、使ってみたんですよ、この間。チャット GPT。そしたらね、驚きです。これはね、ちょっと袖飛車、ちょっと対策していかないとね、すぐやられてしまいそう。三段の方なんでね、うわ、来た!もうやっばい!やっべ!逃げよ!玉逃げ!ちょ!ふ取って!飛車浮く?その糸は?飛車浮くよ、糸は?いやー、ふつくか。うん。で、銀にお帰りいただいて。いやー、これちょっと乱戦になりそう。ちょっと待ってくださいよ。三段相手にね、あんまりね、激しい戦いやめてほしいので、一回、金上がって守ります。はい。次、角ね、5五角とか出たいですけど。うん。で、使ってみたんですよ。今まではね、Google とかでね、自分で調べて、いろんな検索結果から、まあなんか自分、なんかそれっぽいもの、らしいか正しくないかわかんないけど、探してみるっていうのが多かったんですけど、チャット GPT はすごいですよ。答え一つしか言ってくれないので。それで5五角出て、二枚替えがあるので、受けてきますよね。遊んでる駒の桂馬も使いたい感じですか。はい。で、それで検索結果にね、答えを一つしか言ってこないんで、いやもうね、AI さんに聞く時代になったんだなと思いました。はい。一回歩つく?いや、飛車回りたいですね。飛車回って、やっぱ6筋。四間飛車党なんで。はい。いや、でもね、その答えがね、AI だから中立の答えだろうだっていう、なんか、気持ちはあるんですけど、怖い時代になったなと。うわお。これは?角引きますか。角交換すれば、ちょっとこっちはいいんじゃないかなと思ったけど、してこない。うん。で、そのチャット GPT の答えを信じる時代がやってくるってことかなと思って、うん。嘘か本当かわかんないけど、チャット AI さんが GPT さん言ってるから、本当だろうみたいなね。これは?これは、一回ふー、打つ?桂交換したい。金逃げですか。っていうね。AI にね、意思はない、感情はないって言われてますけど、もしね、感情を持ち始めたら、嘘を教えられる可能性もあるなって。AI のね、都合のいいような答えしか言ってこない時とか、どうするんだろうとかね、思う時あるんですけど。これで、このね、飛車はね、取られていいです。角、交換、角飛車交換したい。むしろしたい。銀一回、王手。一回、王手で。いやー、ちょっとどうでしょう。右に広いですね、お相手の方。こっちもね、飛車金で囲ってるはいるんですけど、さて、どうしたものか。一回金で、これでお相手の方は逃げてくる。あ、逃げない。飛車取って。おー、王手で、玉が露出してしまう。勝て。これで飛車打って。もうね、お相手より先にね、こっちが攻めれば、勝てる。これもう切っちゃいます。切って、送ってきますか。もう切って送って。もうね、速度です。終盤は速度。これで取って。いや、次ね、桂銀銀で囲うように。でもこっちの玉もね、露出してますね。角?うんふんふん。いやー、桂打つ?いやー、一回竜引く?竜引いて一見竜にして、で、銀で、やって感じですかね。あ、上がってくるの怖いですよね。で、銀で送って。で、上がってきたら桂馬打つ。夜なら、これ、竜切れそうですけど、竜切って。なんでも取ってきたら金打てる。2、3、金で詰みますよね。おわ?じゃ、これで金で詰むんじゃないですか?やったー!将棋ウォーズを勝ちました。将棋が強くなる方法を教えてください。AI さん。お願いします。ということで、勝ってました。お相手の方で袖飛車にしてきたんですけど、ここでぶつかってったんですけど、飛車浮いてきたんですよね。うん。寄って、隠れて。うん。で、この辺で早いね、戦いになったんですけど、角交換してこなかったんですよね。で、金、さばいていってどうだったか。こっちの方がね、先に相手玉を、狙っていけたから、どうかなっていうところと、と金が作れたのがでかかったんですかね。うん。まあ、この金打ちで、お相手の方も切ってきたんですけど、こっちがね、角打ちで、金、飛車打ちで、これ、ちょっとね、先にね、お相手の方を攻めれたというのと、ここでうっかりしたんですかね。逆寄ったんですけど、飛車切って、竜切って詰んでたので、お相手の方は、落ちる。9八玉と落ちてみる?うん、でも寄って、これで詰んじゃったんで、落ちたらどうだったかってとこですかね。9八玉とかで。うん。9八玉もまあ、普通に積みですか。ね。うん。いや、ちょっとわかんないですね。はい。ということで、とりあえず、チャット GPT の世界が来ると、これから Google で調べる時代は終わったと思いました。ただ、それと同時にね、怖いなとも思ったので、皆さん、チャット GPT の AI の検索の仕方っていうのはどういうものになるのかっていうのを今後、ちょっと注目していきましょうという話でございました。では今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ファニーでございました。またねー。